残り800赤万形状通過。さあここで小島が追い出していった。さあ中段から小島が一旦前を切るんでしょうか。早くも誘導を外れて 1,2 コーナーカーブ。小島の追い出しにここは川村浩二が突っ張った。川村がここは何が何でも先行の企画。番手7番の村上、さらには5番の坂本も続いています。結局小島は追い出したままで5番手、深谷智弘がなんと7番手に立ち遅れてしまいました。さあ深谷は7番手ちょっと苦しいか。4コーナーから直線縦長の展開。さあ川村浩二が1本で飛ばしていく。縦1本で川村浩二、レースは最終周回。7番手から懸命に深谷が踏み込んだ。さあ踏み返す深谷智弘届くかどうか。4番手3番手ようやく前に迫る。2コーナーからバック。さあ先頭川村、しかし強引に深谷智弘、番手村上合わせていくが、やはりできった怪物深谷智弘、なんという強さ。番手3番の金子、あとは4番の服部も内を締めて3番手、切り替えて5番車坂本で4コーナー回った。さあ深谷が先頭だが、番手金子が抜け出してくる。外からは5番車坂本龍馬が突っ込んできた。ゴール前どうか、ハンドルの投げ合い、右手が上がったのは金子隆。